上流部警舎地に張り付く家川口付近高川沢は、ベネズエラの首都地区リベルタドル市とバルガス州にかけて、流れる川で、カリブ海に注ぐ。アビラ山地の西部、南側に源を持つ。カラカス盆地の北西の橋をかすめるようにして、西に流れる。謙旬な山地をラトリゲラオネとネグロ山の間で、立ち割って、北に流れ、海岸沿いで平地に出る。 北西に向きを変えてカテアやマルで海に注ぐ。カラカス盆地に下る水は、西に向かってすぐ海に出る高グア沢ではなく、東に抜けるグアイレ川に合流し、トゥイ川を経て、遥か東方で海に出る。カラカス盆地から西に向かう流路に沿って、カラカスラ、グアイラ自動車道が走る。首都の外交ラグアイラやマイケティア国際空港と、カラカスを結ぶ、主要道である。 高久沢沿いは平地に乏しいので、道路は山の斜面に造成されている。この道路は根室山付近をトンネルで抜け、東に向かって川沿いから去る。謙遜な中流域にも多くの住宅地が散在する。一部は川沿いに走るからかすら、グアイラ急道に接し、一部は川沿いにわずかにある、緩い傾斜地にある。尾根沿いに付けられた道に沿って、山の上にも立つ。 下流の流れは濁っている。下流の平地部はカティアラマルの町でマイケティア国際空港の西にあたる。空港の旅客のためのホテルが多い。ありがとうございます。